おはようございます。おはようございます。本日現在の時刻は6時15分でございます。はい寝たい。寝たいです。職人さん朝早いな。毎日こんな早く起きて。そうですね。感謝しなかんな。だけど感謝しなかんなに私は今これから視聴者の皆さん、皆さん大好きな資材置き場、はい、遅刻チェック朝から希望43歳のおじさんでございます。やばいな。しかも雨だしな。なんか俺資材置き場行く時いつも雨ない気がするわ。朝スケジュール組んでな。ちなみにうちの会社の足場班は朝6時半に資材置き場集合なんですよ毎日、はい、どんな現場だろうが、はい、近かろうが遠かろうが。それっていうのは、まあ、別に俺が決めたルールじゃないんだわ、はい、7時でいいじゃんっていうのになんだわ、はい、別にそんなに早くなくていいじゃんっていうのになんだわ俺。なんでっていうと、うちは普通の現場って8時スタートでしょ。うち8時半スタートなんだわ。足場班もな。で現場立ち会いって、あの営業とかプランナーが現場行くんだよな。結構行っとっただろお前も。行ってましたね。8時半とか。はい。こんな朝の6時半から社長資材置き場にお前カメラ回してきて、はい、朝から隣に散らして、そんなやつだな俺。確実に遅刻するからあいつら。しかも今日は垂れ込みがあったから、まあ、ちなみにあれですよ、泣きの夜、はい、垂れ込みがあったら、はい、泣きとか、みんな絶対遅刻してくる。お前行っちゃったな、チンクロしちゃったな公共の電波で。いやでもたまたま朝行くわってね、はい、まあ、だけど怒るとかじゃないけど、まあ、ただ視聴者の皆さんがやっぱ期待しとる、はい、俺がジャイアンってとこを見せないでしょ。そうです。それは何ですか。これだわ。鉄拳だわ。ね、鉄拳教育、はい、塗り替え道場社長。まあそうこうしとるうちに砂置き場だわ、はい、ちょっと皆さんね、俺もこんな朝早くから起きて、はい、やってるんで、本当にチャンネル登録してほしいな。75%だったっけ、チャンネル登録してるみたいになって、ちょっとそれは悲しいよな。そうですね、チャンネル登録してくれよマジで。もうお願いするわけじゃないけど、さあもう着くぞ。26分だけど俺らが遅刻したんじゃね。でももうこれ入ったの確か、はい、ここだな。あ、もう開いてるわ。あ、誰かおる、誰か。まあ誰かすぐ分かったのね、タリコムした本人だわ。そうです。多分な。あれ、あ、イケメンおるじゃん。ライトついてますね。なあ、おるやん。あ、じゃあ電気切ったのか。おるやん。朝から呼吸して動いてるぞ。はい、もう仕事しようやん。だからあそこにも雨の中すごい人が、あ、もうみんないますね。あれ全員は、すごいな朝から。し不法労働だろうち。完全なる不法労働ですよ視聴者の皆さん。時は30分ちょうどでございます。降りましょうか。誰から声かけるじゃん。おー。朝早いな。ああ、おっ、おっ、おはよう。おお、お願いします。何の撮影ですかこれ。朝遅刻してるチェックで。大丈夫です。大丈夫です。いや、さっきも言ったんですけど遊びじゃないんで僕らも。時一人でやっとけよ。痛いです。すいません。最初がね、結構面白いですね。3人に見つけられましたね、ミキがね。はい。結構何本かできるよ、ね。あ、そうですね。ね、懐かしいね。あの、キッコールって、あの、キッチンローションもやってるね。結構何人かあるもんね。はい。結構大きい仕事とかもメインでやるんで、こっちの仕事も面白いです。うちみたいなパラテンとかばっかりなんですね。はい、マンションとか大きいやつも結構やってる。よし、おはよう。おはようございます。さすがだね。ね、タリコミした本人だよ。タリコミの本人だよね。おはよう。ああ、さすがだね。はい、さすがだね。何時行っちゃった。遅刻してない。
じゃない。怖いからね。朝だもんで怖いよ。じゃあ食べて。え？何でした？僕22分ぐらい。20分もお前が送るんかしちゃった。そうっす。やっぱイケメンとまた書かれるイメージがムカつく。お前は遅刻して好感度下げてほしい。嘘。全然いつも大体遅刻してない。そうっすね。さあじゃあ行ってみますか。イケメン行こうぜ。さあどうやって料理したのかな。視聴者の皆さんが喜ぶような鉄拳がいいのか手前切らすのがいいのか。なんとでもなるよ俺は。生まれた時からジャイアンですから。生まれた時からジャイアンで言ってますからね、私は。どんなものでもなれますよ。おい、遅えな、あいつら。もう待っとれんわ。38分。やばいっすね。まだ余裕だろ、かまいつら。はい。余裕余裕ぶっ飛び取るかもしれない。ちょちょちょ、ほんと無理じゃないですか。そうっす。ちょちょちょ、ほんと無理じゃないですか。起きとるっすね。起きとる？どういうことですか？そこからですか。起きとる。起きとるよ。寝坊で。そういう時は。いや、わかんないですよ。そんな動けるってあるの。現場直行って言うみたいな。それはないです。それはないです。いつも電話しに行ったんですよ。電話しても怪しまれるなら電話しよう。7時半とかなるってやる。いや、僕ら出ちゃうんですよ。起きてる。何時間もわかんない。あ、わかんない。そう。あ、来た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 来あれ、抜けたやん。何でお前このところにおるの。すいません。安心した。ドアに挨拶です。こいつ営業だよ、しかも。こいつ変わり者だね。1月2日に面接したら、お前なんか俺になんかメリットあるのって言ったら、女とかできますって言った。いやいや、勘弁してください。じゃあ採用したろわ。女採用だよ。まあそれは冗談だけど、まあ面白いなと。年収もあるんですよ。営業だもんね。会社クイズだろ。ドアの皆さんと同じ会社なんで挨拶することによってパワーもらってますね。ちょくちょく来ますね。めちゃいいだろ。すごいですね。すごいね。何時起きたの？今日は5時半。5時半でこの時間に着いた。そうです。すいません。5時半で遅いでしょ。5時半起きたんですけど。また寝ちゃった。はい、もういいかって。もういいかって思って寝ちゃいました。すいません。誰も来んやん。え、でもリースは中止めれんって言うんです。あれ、どこ今？なんで？いや、クイどうすんの？クイ。クイ、おるでしょ。おるおる。どっかの住民入れちゃっていいよ。どんぐらい着くの？うまい。だいぶかかる。どこ今？今は6番来たぐらい。お前舐めとんな、この野郎。すいません。あまりすいません、すぐ行きます。クズだ。よろしく。すいません、失礼します。そう、事故ってないからいい。そう、で、出張だ、あいつは。上からでしたね。遅刻してた側なのに。遅刻してた側なのに、完全な上だったな、あいつは。札だな。1名札。1名札入りました。でも6番来たところで、高速で来てるのあるんですよ。あ、そうです。もう、出荷しの人が普通になったな。いいじゃん。ルイじゃ出ないってできんだろう。あ、でも社長がパーって出てくれるな、さっきみたいに。ああ、そうしよっか。出る方がいいけど、近くだったらな、でも顔撮りたいよな。はい。だから、少々みんな、少々みんなが期待するのはそこだよね。はい。リュウジ君は来そうな気がするんですけどな。いつも大丈夫、大丈夫だよな。見てる。でも、手も50分だから、お前ちょっと見てきて。うん、行きます。やっとんだ、あいつ。
おあと6分でもう7時だぞ。30分遅刻じゃないか。視聴者の皆さん、ちょっと晒しとるけど、まあ一つはね、現場は間に合うじゃない。で、アンチコメントみたいな、アンチじゃないけど、まあ遅刻はいかんのはもちろん分かってますけど、まあ分かってんだけど、まあ楽しく行こうや。行こうへんから。すいません、あ、僕関係ないですけど、謝っときます。すいません。なすいません。すいません。どうする？まあ、リュウジも僕かよ。過激なの見たいと思うんですよね。なんかいつも社長優しいじゃないですか。優しいでしょ。壁にバーンって。そうガチ切れみたいな感じの。どんなーとか言って。そう。どうせ分かるじゃないですか。リュウジ投げられちゃうもん俺。どれって言ったら、パーンって投げられちゃったらアウトだから俺。そうっすかね。ステコリーって言ったら。全然優しさ、優しさのかけらもない。切り替えの速さ。いや、入ってた、入ってた、入ってた。ここいい、なんで。おろおろおろ。じゃあポコポコしたるわ。お前の期待通り。いやいや、お願いします。お前の期待通り。期待を裏切らないよ。29分遅刻だよな。肉の刑だ、肉の刑。肉の刑に処す。あ、そうだね、やっぱり取る。あ、そうだ。あ、そうだ。あれ？あれ？いなくない？まあ、来てない。あ、どうすんの？車あります。あ、はいはいはい。あ、トラック行ったっすか。はい、じゃあ見ます。この奥っすね、ほらいっぱい積んであるよ。お前じゃねえだろ、お前。誰に会いたいよ、お前、こら。え？おい。誰に会いたい。え？誰に会いとんだ。はい？誰に会いとんだ。最初に言う言葉がなんだ。おはようございます。おはようございます。じゃねえよ、お前。おい。はい。なんて言うんだ。すいません。すいません。お前全然知ってないけど、何分じゃい？7時っすね。あ？7時っすね。7時だろう。何時集合や？ここだけ7時っすね。あ？ここだけ。嘘つくな。あ、そうでもない。あと、視聴者謝れ、視聴者。はい。視聴者謝れ。幸せでした。あ？遅刻してすみませんでした。そう言っておりますけど、視聴者の皆さん許しますか？もうでもあいつは言ってたよ。私は本当に無事に無事に無事にくださいって言って言ってたよ。すいません。何やっとうだろ。しかも爆速来てないよ。来てるよな。どうする？こんなもんでいい？いけない。はい。お前だけだな、遅刻してきたの。いい。どうする？待って、少し。いや、もうこんなもんで。こんなもんでいいよ、お前。優しい。優しい。何言うとん？お前、出会い系サイトなんか見とんなって、お前。出会い系マッチングアプリ使っとんなって。嘘ですよ、工程見てる。朝からね。あ、いやいや、工程見とって仕事しようから許されるとはしないけどね。ちょ、ね、もう、7時にしか来れんだったら、7時集合しろ、お前、リーダーが、そんなんで、お前。人ついてくるか、そんなんで、お前。朝さ。夜はもうでも最高で7時まで。うん、結構かかってやばかった。7時まで行くときは現場の帰りが遅い。何刺すんだって。ちょっとカメラがうるせえから。あ、そうか。引っ張すぞ。お前、信じない。はい。お前はお前だって、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 お前ださすがっす。さすがっす。もっと言ってください。もっと言ってくださいとか言ってるし。そう、僕、こうもう、あいつ。6番来たから遅くないですか？遅いな。何分、45分ぐらいかなと思いました。そうですね。
もうつくやろ。視聴者謝れ。はい、サブチャンネル謝ろうか。チャンネルあるじゃん、それ。ああ、チャンネル謝罪動画ちょっと回せ、カメラ回せ、携帯だよ。おはようございます。おはようございます。おはようございます。いきなり足場班の動画に登場しました、社長が。そうです朝来たらいました。あ、来た来た来た。フリー。ハハ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 。もう怒る気力もなくなったわ、こんなお前。何分遅刻や。いや、48分。よせいよせいなんだよ、怖い。よせい。汗からだって汗からまずなんで買ったことない。やめへんとるからずおはようございます。お邪魔したねえだろ。なんでそんな優しいんだってお前。またイケメンポイントあげようとしようだろ。キモいわ。気に入れねえって言って。キモいわ。キモいわ、真面目に。やば。遅刻してきたくせに。キモいわ、お前。ちょっと、こっち映せ、こっち映せ。そのためのカッパってこと。そう。なあ、嘘。いつも？いや、いつもじゃないです。あ？昨日です。でもさっき作られとって。作られた。こいつ作られた。ちゃんと来ただろう俺。昨日いました。昨日6時半。で誰が対抗したか知ってる？足場なんかスパイが俺で。対抗入った。対抗。そんなんじゃね。もう人もついてこないんで。ベトナム人とか見てるんでね。はい、しっかり言ってくださいよ。分かったか。どうしないか。お前終わってるって。お前もう終わっちゃってるって。そんな感じです。橋本チャンネルも、まあ、ちょこちょこ動画企画も決まってきようもん。ライブもなんか毎週何やるとか決まったの。決めてはないんだけど足場の方でも、まあ、こっちで行ってもしょうがないから。足場派とかまたライブもやるみたいなんで、そちらの方も、はい、でもぜひこれで、あのせっかく見てくれたんだらちょこちょこで足場派だけで結構面白いこととかやろっかって言っとるんで、チャンネル登録の方してください。もうすでにあのリリーちゃんに負けてるんで。負ける。リリーちゃんには負けたくないな。3人目だからな。出る大人の方が。しかもそこから始まってんだからな、俺遊びとかな、そこから。リリーちゃんに速攻で負けてるんで。速攻で負けてる。1500人ぐらい来てるな、お前。いや、もっと行ってますよ。2000人ぐらい来てます。え、高い。リリーちゃんで精神持ってたんだ、俺。残念だけど。そうですね、あいつ速攻いたよ。入って1ヶ月もしてるやつが。そうですね。そんな感じです。はい、チャンネル登録といいね、よろしくお願いします。お願いします。坂田です。すいませんでした。すいませんでした。最後怒れ、怒れ。バイヤー。何喋ったのか分からない。行こう。ダサー。バイヤー。でかしやろ、あいつ。